おっす、山です。どっこい、今日も続きやっていきましょう。あ、そうか、ここの選択肢終わったんだね。のんびり学校に行くか、図書室で勉強。まあ、とりあえず学校行くか。のんびり登校するのもいいよな。ルンルン、誰が来た？誰か来たな。おっと、相沢さんが 前回普通に四角だったよな。必死。星みたいになって 輝いてんな、相沢さん。この支配からの、そう、すげえ渋い歌ってんな、こいつ。相沢さん？光になってる あ、山田くん。おはよう。おう、おはよう。もしかしていいことあったの？ふふん、わかる？まあ、あんな機嫌よく歌ってたらな、いいことあったのかと思っちゃうよな。わかりすぎる 顔がうるさい なんだか輝いて見えるよ。くさいセリフだな。ええー、ありがとう。そのうち太陽になるから 太陽になっちゃうとちょっと近寄りづらいな 本当になりそうだ。早く学校行こう。うん。お、一緒に登校してくれんの優しいじゃん。今日も充実し、早いな、終わんの早いな もう終わったのか、授業。今日も充実していたな。さーて帰るぞ。冷え冷え、中村なんてほっといてやれ ん？あれは？なるみさんと相沢さん。ねえ、あれ？相沢さっき星だったのにもう四角に戻ってんじゃん。気分で変わんのかな？図形の 形が気分で変わるのか。あ、ヤマーくん。ヤマーン。なんか、温度差がすごい。うお、正方形が並んだ。二人って友達だったんだ。そうだよ。いや、なんかやっぱ可愛い子は可愛い子とね、仲良くするところあるもんね。可愛いグループ全員可愛いみたいな そうだったっけ？友達だよ。ココアちゃんひどーい。はは、俺と中村みたいだな。まあ中村はもう友達じゃねえけどな。そうだ、山君も一緒に帰らない。ありがとうございます。誘っていただいてありがとうございます。帰ります。え、いいの？千春と二人よりはマシかも。もう、何、ツンデレなの？ まあまあ、早く帰ろうよ。なんか見たことある景色だな、ここ 相変わらず正方形が2つ並んでいる。一方は角丸だけど。2人はいつから友達なの？子供の頃。アバウトだな。今も割と子供でしょ。でも高校生はもう、いろんな部分は大人 いろんな部分って言うとすごいやらしいけど、いろんなところはまあもう大人みたいなもんですからね、高校生って。まあ、幼稚園からの腐れ縁よ。幼なじみってやつか。いいっすね。切っても切れない仲ってやつ？へえ。本当に仲がいいの 本当に仲がいいの ちょっと、聞いてみる。ツンデレ、ずっとツンツンしてんのかな、なるみちゃんは。そう言われると、本当に仲いいのかな。急に BGM 消すのやめろ ええー、自信ないわ。ちょっとココアちゃん。思い出してあの時のこと。お、なんかすごいいいエピソードがあるんかな。う、頭が なんかノリ良くていいじゃん、こいつら 急に藤原竜也やめろ。茶番が繰り広げられた。あ、それだけ？好感度上がってんのかな、これ。今日もいろいろあったな。だんだんみんなと打ち解けてる。本当か、それは でもあんまり変わってねえぞ、形。解像度あんま上がってない気がするけどな。ああ。気がするんだけど、気のせいじゃないよな。気のせいの可能性はある。やばいぞ。おはよう、今日は休みだ。おっと、初の休日ですか。と言っても何の予定もないんだけど。
何をしようか、デート誘え、デートに誘え。おっと、これもう色分けされてるんだね。この買い物したら多分相沢さんがいるんでしょうね。どうしよう、どうしようかな。やっぱ推しの吉角さんと会いに街に出かけるか。街へ出かけてみよう。隣町まで来てみた。もうなんか背景の人がちょっと手抜きなのが気になる。これから何しよう。ん？あそこにいるのは吉角さん。やっぱりね、あの色の通りになるんだ。おっと、なんかちょっと変わってない？あ、服が違うだけなのかな。ヤマンくん、吉角さんの私服が見れたぞ。全然嬉しくねえな。奇遇だね。買い物？うん、晴れ物アイテムを買ってたの。あ、それでちょっとこのなんか体操服みたいな、体操服みたいじゃない、なんか妖精の鱗粉的な。何を言ってるんだ俺は。この時期には安くなってるから。へえ、もう安くなっちゃうんだ妖精の鱗粉が。なんかあまり面白くないボケを入れるのやめてほしいよ。欲しいものは我慢して安くなってから買うようにしてるんだ。偉いな吉角さん。なんかちゃんと家計簿とかつけてそうなタイプだな。やりくり上手だ、上手だね。俺も RPG でそういうことやる。RPG、 何でも RPG で考えちゃうからな。あの、ん？私服で会うの初めてだよね。確かに。この辺しか変わんねえけど。こういう服どうかな？え、まあもうとりあえず褒めとけ俺。褒めとったら大丈夫だって。そういえば私服のはずなのに全然わかんない。こうなったら当てずっぽうだ。いやー、ロックでとてもワイルドではないでしょう、多分。白だもんな。エアリーでとっても可愛いねが多分正解なんじゃない？褒め方や。普通にとっても可愛いねだけでよくない？エアリーってつける必要ないじゃん。まあこっちで行きましょう。エアリーでとっても可愛いね。ありがとう。嬉しいな。あっと、当てたっぽいな。これで急に解像度上がらんかな。当たった。制服しか見たことなかったから新鮮だよ。白でまとめてる感じがいいね。容姿客さんにはよく似合ってるよ。わかる範囲で褒めまくれ。うん、お前の判断は正しい。そんな、褒めすぎだよ。おー、照れてる。かわいい。うん、かわいいな。あ、私そろそろ帰る時間だから。じゃあね。もうその後も誘えよ、なんか。頑張って誘えよ。帰っちゃったな。じゃあな。褒めすぎたか。でも手応えはあった。これでまた次の日解像度上がってんじゃない？ちゃんと外に出て充実した休日を過ごしたな。一週間目が終わったわけだけど、調子はどうなんだろうか。明日からもう頑張ろう。と、これで一週間が終わった。大丈夫かな？あと二週間ってことでしょ？無理じゃない？今週も正方形の子たちと仲良くなれるように頑張ろう。一時間目は美術か。お、僕美術得意なんですよね。でもまだ時間あるな。さっさと授業に行ったら、よしじゃない。相沢さんがいるのかな。相沢さんの方に行くか。美術の時間だ。二人組を組んでお互いの顔を描くらしいんだけど、俺の相手、待て。お互いの顔を描くのは無理じゃないか。俺の相手は相沢さんか。山くん。おーっと、相沢さんもこの、なんていう。第二段階になってるな。これもうデジモンでいう成長期ぐらいにはなってるのかな。あ、相沢さん。千春だよ。相沢千春。おっと、名前呼びしていいんすか。画質が少し良くなったということは、好感度が上がってる。やった。よろしくね。イケメンに書いてあげるね。ありがとうございます。だー、これをさ、想像して描くのむずくない？この相沢さんのドット絵から想像するのってめちゃくちゃむずいよな。いけんのか、俺。はは、ありがとう。遠回しにイケメンじゃない。確かにな。いや、もともとイケメンだけど、もっとさらにイケメンにしてあげるってこと
だと思おうぜ。ポジティブに行こうぜ。それでは今から書き始めてください。よし、頑張るぞ。いけんのか、いけんのか俺。大丈夫か。ここで可愛く書けたら好感度も。目と口があることしかわからねえ髪色とね、目と口ぐらいしかわかんないよな。髪型もさっぱりだ。まあ人間の顔になってりゃいいんだよなもう下手を装って、もう下手な絵を描けばいいんじゃない。シャシャシャ。で、来た。早いな、相沢。おい、モンスターじゃねえか。モンスターじゃねえか。俺の顔ってこんなんなの。めちゃくちゃショックなんだけど。どう？なんというか。もう無理やり褒めようぜ。芸術作品だね。で、褒めよう。逆に上手いっていうのあるもんね、この。でしょ？うん、イケメンすぎて自分の顔に惚れそう。それはやめた方がいい。相沢さんは絵が上手。それは言わない方がいいんじゃないか。上手とか言わない方がいいんじゃない。なんか個性的な絵だねみたいな褒め方をした方がありがとう。絵には自信があるんだ。小さい頃は漫画家目指してたんだから。いや、まあやめた方がいいかも。そうなんだ。デタラメ言っちゃったけど、喜んでもらえたんならよかったか。まあ、結果オーライってやつですね。さーて、放課後なわけだけど。うん。俺は吉沢の方に行く。掃除当番だった気がする。こっちだな。掃除当番。やっぱり掃除当番だった。めんどくさいな。早く帰ってゲームしたいぜ。おー、なんかいい、いい。なんかいい。なんかいいよ、この、ねえ。本当に RPG みたいになってる。で、吉角さん。もうさっきは多分ファミコンぐらいだったけど、今はもうスーパーファミコンレベルには達してるもん。画質がもっと良くなってる。好感度上がったんだ。あ、山岸くんも掃除当番なんだね。一緒に教室きれいにしよう。うん、俺掃除大好き。気持ち悪いな、お前。気持ち悪いぞ、それは。頼もしいね。私掃除は結構苦手だから。そうなんだ。意外だな。意外、大体の人はあんま好きじゃないと思うぞ、掃除。吉角さん、綺麗好きに見えるよ。そうかな、へへ。いや、でもなんか、確かに、可愛いっぽくはなってきてるな。じゃあ、頑張っちゃおうか。ほうきめちゃくちゃリアルだ。ほうきだけめちゃくちゃリアル。お前、どこ持ってんの？ほうきの、そこの、毛の部分を持ってもさ、掃除できねえぞ。私はほうきで入ってくる。ほうきでけえ。確かにできねえな。じゃあ俺は。待って、床拭きをしたら、いい感じにパンチラが見える気がする。床を拭こう。床拭き頑張ります。うん、ありがとう。山岸くんのおかげで早く終われそうだね。よかった、山岸くんも一緒で。おー、もうなんかいい感じだな。いけるんじゃない？もう次ぐらいにはもう、マックスになるんじゃないですか、好感度。早く終わらせて帰ろうね。吉角さんの笑顔が、眩しい。もう俺、想像して読んでるからね、ここ。みんな高画質になってはしてきた、なったりはしてきたけど、俺は誰かに好かれてるのかな？まあ、間違いなく吉角さんには結構好かれてるんじゃないですかね。3週目までに、そうできるか。3週目までにできるか不安になってきた。それでも朝は来るんだよな。昨夜はいろいろ考えてしまったけど、今日も頑張ろう。まあ悩んでもおしゃらないんで、行きましょう。おっと、チャイムの音。休み時間。もう毎回さ、早いんだよね、一日が過ぎるのが。あれ、吉角さん。え、なんで斜めになってんの？どうしたの？体がへしゃげてる。どうしたの？ピーナッツなしの柿の種がどこにも売ってなくて。あ、そっか、プレゼント用に買うの忘れてたな。いや、それでそんな傾くのそうなんだ。もう1週間も柿の種食べてないの。そう、それは大変だね。俺の持ってるのはガムだけど、ちゃんと買っときよ。隣町まで行って買っときよ、柿の種。どうしよう。
ガム、ガム、まあまあまあ、あげようぜ。一枚ぐらい。せめてこのガムを。あ、ありがとう。私、ミント味のガムも大好き。もう何でもいいんじゃねえか。はい、食べて食べて。元気出てきた。体がなんか、まっすぐになったな。ありがとう。やっぱり山君優しいね、でしょ？優しい、優しいだけの男だから。それはよかった。本当に元に戻ってよかったよ。正確に言うと元に戻ってないけど、まだ着実に進化してるからね。今日は少し趣向を凝らして、どうやって帰ろうかな。もうなんか手抜きになってない？制作者さんのこれただの手抜きじゃない？相沢さんの調子を見に行こう。ん？あそこにいるのは。あ、山田くん。変わってないな、こっちは。よかったら一緒に帰らない？いいよ。やった、相沢さんと一緒に下校だ。突然だけど、にらめっこして本当に突然だな。小学生か、お前。え？本当に突然だね。にらめっこ負ける要素なくない？顔変わんなくない？顔変わらないよね、多分。最近にらめっこの研究してるの、もっと他に研究することあるでしょ。口の角度とか鼻の大きさとか、もっともっと変な顔ができたらいいなって思う。ね、変顔マニアなの。顔わかんねえんだけど。そう、そうなの。にらめっこなんて小学生以来だよ。そんなにやってないの？そんなに驚くことじゃない。もうにらめっこしねえだろ、普通。こんなに面白い遊びそうそうないよ。ヤマン君と一緒にやりたいな。もっとなんか面白い遊びを教えてあげたい。かくれんぼとか教えてあげたいわ。そうかな。いいからやろ。うん。はい、せーので、アップップ。あ。なんで笑ってくれないの？いや。なんか見ちゃいけないものを見た気が。すごいね、ココアちゃんなら報復絶当の大爆笑なのに。いや、笑うとかそんなんじゃなくて、怖かったっていうか、なんか気も笑うどころじゃなかったというか、時止まったし。へへ、そうなんだ。お前が笑ってんじゃねえよ。私のにらめっこもだいぶ磨きがかかってきたな。もうプロだと思うぜ。にらめっこ世界大会の決勝でやってみよう。そんな世界大会とかあんの？優勝賞金くれよ。そう、そうだね。びっくりした。今日は体力測定だ。なるほど。体力測定ということは、ね。もうなんか、画質悪すぎて特に、なんかエッチなイベント起きてもあんまり嬉しくないんだよ。まあ時間いいんで、この辺で今日は終わります。ではでは。